人の多いところにこれぐらいの人が集まってますよっていうのをじっくり舐めたいんですよ。それいいことに、じっくりじっくり舐めて、じっくりしたところからで今度引いていくわーっと。その通りで、さすがです。僕予定しました。完璧じゃないですか。キー局全部今作りますね。ああそうですか。じゃやっぱりその上がるともう規制されてますね。規制されちゃうので自由に止めなくなるんです。回る方向 もう決められちゃうんですけど、もう左回りだけです。歩道は右でもいいんですよ。歩道は右歩道は自由。そう、右回りだけです。右回りだけです。全部歩道機で同じ動き方をします。なるほどなるほど。その高さは歩道の方が甘いんですか。歩道はだいたい600メートルから900メートルぐらいから、もうあのフルハイビジョンで、歩道の方が高いんです。ああなるほど、高いんです。ここ3週連続でどんどん人が増えてきてますよね。で、僕はずっと地上にいたんですけど、それを空から見たらどういう景色なのかっていうことですよね。本当、金曜日の夜なんてみんな自分の好きなことしたいはずですよ。そこをみんな集まって物を申さなきゃいけないっていう今の世の中が狂ってるってことですよね。その思いを持ったたくさんの人たちを空からちょっと見せてもらいたいと思います。滑走路を抜け出して今大きく空に飛び立ちました。空から見る東京、初めての体験です。そして空から見る抗議行動、国会議事堂が見えてきました。こうやって見るとちっちゃいですね。国会上空です。もうすでにいますか。すいません、首相官邸前です。首相官邸上空です。ただいま、あ、見えますね、人が。首相官邸の前に人がいます。現在首相官邸上空を飛んでいます。この中に現在の今日本を破滅に追い込もうとしている野田首相がいるはずです。すごい人です。今びっくりした。首相官邸を過ぎて今財務省上に向かって飛ぼうとしています。ちょうど霞ヶ関ビルの近所から、首相官邸方面に向かって今飛ぼうとしているんですけれども、ちょうどその隙間からすごい感動的やたくさんの人が今首相官邸前集まっています。もう一度首相官邸前、このアプローチ、今官邸前から首相、現在首相官邸前から警視庁方向にカメラは追っています。この日の高い早い段階でこれだけの人々が埋め尽くしています。みんなありがとう。自分の命だけでなく、その周りにいる大切な人々の命も守ろうとしているのはこれを見れば分かります。これはどこのメディアでしょうか。しっかりと撮ってくれよ。そしてしっかりと流してほしいものです。2車線すでに開放されています。すごいです。これも初めてのことじゃないでしょうか。日を追うごとに、回数を重ねるごとに、この市民の集結はどんどん広がっていっています。
ぱりこうデモに参加する人たちってこう一人一人こうやっぱり思いを持って、例えば脱原発だとか再稼働反対だとか、そういった意思を持った人たちが集まった、これだけの数が集まったということは、やはり僕はその一人一人の気持ちが伝わるようなですね、一枚写真を撮っていきたいと思います。よろしくです。前回を上回ってますね。今から地上行ってきます。今から、電車に乗って関電参ってきます。上空からお願いします。すごい人です。首相官邸前の通りには、歩道を人が埋め尽くしていまして、あ、完全に道路封鎖。あ、そうですね。しましたね。道路封鎖しましたね。あ、もうすべての道路に人が溢れています。こんなに人が集まったことがあるでしょうか。これだけ多くの日本国民が、原発の再稼働に対して、または脱原発に対して、意思を表示したことがあるでしょうか。歴史的なこの夜を今上から上空から撮影しています。すごいですね。本当どんどん増えてきてる。道路封鎖まで取れました。すごいですね。本当に一体この列はどこまで続いているんでしょうか。ペンライトを掲げながらこちらへ向かって振っています。すっごい人だ。再稼働反対を求める人たちの声は、野田総理にも間違いなく届いているでしょう。